はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。ついに2週目をやっていこうと思いますが、1週目が終わった時に、2週目は忖度なしで自分が思い描いた通り、思った通りに進めていくっていうお話をね、していったと思うので、今回はその通りにやっていきたいと思います。ということでね、早速ニューストーリー。これもうしたらコナーのパートがいきなり始まるのかな？はい、ということで、まあ、ただ、とはいえ、あまりにも1週目と同じようなストーリー、分岐点があった時になりそうだって時だけは、すいません、そこだけはやっぱりちょっと今までなかった、をやりたいと思いますので、黒い、僕が喋ってるんで、かぶってくんだ。なので、そこだけはちょっと一部忖度するかもしれないけど、基本的には、その、かぶらなかったとしたら、もう全部自分がやりたいように進めていこうと思います。ということで、はい、ストーリーをプレイに沿って更新されていきます。OK、もう、どんどん上書きしていきましょう。もう1週目は亡き者にしてということでね。さあ、2週目のコナーは一体どうなるのか。で結局は、あいつは変異体になるのかならなかったのかわからないってところだったのね。ピン。懐かしいなぁ。もうさ、初めてやった時、もう何のこっちゃか全然わかんないままにね、プレイしてたからね。相変わらずのこのコインかっこいい。ハンクには怒られたけど。これ最後すごいよね。ピンって止める。ネクタイ緩め。系男子。さあ、行こう。交渉人が到着。繰り返す。交渉人が到着。さあ、やっていこう。ということで、早速なんだけど、いろいろとね、調べると。で、なんか、二つあるね。手に取る。いやいや、こっちになってて。さてさて。ジョン・フィリップス、キャロライン・フィリップス、フィリップス、あ、エマ・フィリップス。みんな年下だな。ショックだよね。まあ、2038年って言ったらね。で、いくつなるんだろう。40、もう50近くになってんのか。あ、こんなんなかったね。ドワーフ・グラミー。それは、さすがにね、生き物には優しいよ。なんで飛び出たんだろうね。犯人がなんかね、やったのかな。あの状態からすぐにスーッと泳げるだけね。でもなんか、え？もうすでにソフトウェアの異常が出てんの？やばいね。はい。まさか、アンドロイドがみたいな。アンドロイドに異常か、アンドロイドが異常を起こしてるのに、アンドロイドがってなったら、それはね、お母さんもね、人間にお願いしてよってなるよね。あ、失礼。もうちょっとシーンが。で、これは眺めてて。ネオンテトラとかそのあたりがいるのかな。まあ、あんまり熱帯が詳しくないんであれだけど。まあ、金持ちの娯楽ってやつだな。で、とりあえずアラン隊長を探すんだけど、あっちは、関係なくこっち。ああ、そうだ。あ、アラン隊長こっちだね。よし、じゃあ行くか。いつも突然ご命令を。いや、まあそうなんだけど、まあ万が一のことをね、考えなきゃいけないから。はい、アラン。アラン。アラン。キャプテンアラン。キャプテンアラン。私はサイバーライトのアンドロイドです。It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. やられた部下が悪い。You can easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. 道連れだ。で、停止コード。Have you tried its deactivation? 停止コードは試されましたか？ First thing we tried.じゃあ、精神的に受けたという報告は。Listen. いいか。Saving that kid. 子供を救うことだけ考える。So I think you deal with this fucking android now. Well, I'll take care of it. 俺が始末をつける。時間を無駄にするな。はい。まあ、成功率が上がろうが下がろうがそんなものは知ったこっちゃないっていう話だよね。成功率が高いかどうかじゃなくて、結局救えるか救えないかっていう話だからね。ということで、とりあえず、とは言いながらも成功率を高めていくことが大事なので言ってることがさっきと矛盾してるってね。はい、ジュイーパラミリだってやつですね。はい、で分析完了。で X で再現しましょう。はい、で LT で、これがまあ変異体が持ってってたやつってことだね。はい、変異体がこっから銃を取り出した。父親の銃を使った。はい、なんなら、ね、M92F なのかな。で、他は特にないと。
で、とりあえず娘の部屋を調べましょう。すごいカクカクするけど。で、これで、ダディ、アンドロイド買ったよっていうね。本当にこのスケスケのね、やつがね、なんだろうな。これがダニエル。世界で一番のアドロイドだ。ほら、ダニエル喋って。こんにちは。私、親友にはずっと一緒なんだけど。で、あとこれか。音楽、おい。音楽を聴いてる最中にさらわれちゃったってですね、うん、娘には銃声が聞こえなかった。ああ、そういうことか。そうだったそうだった。音楽を聴いてた時に父親がバーンと撃たれたけど、それには気づかなかったっていう話だね。人質の部屋を他調べるところは特にない。人質の部屋か。こっちは見る。何がある？邪魔するよ。一周目ではなかったね、特にね。バスルームか。見ただけ。え、ほんと見るだけ。ああ、おお、自分で閉めたんだ。はいはい。で、はい、じゃあ続いて、撃たれた、ジョンを見ようか。ジョン・フィリップスさん。はい。ジュイーン。はい、肺を撃たれた。で、それから、胸も撃たれた。で、あとどこだったっけ？また。お腹もって相当撃たれてたの？こんなに撃たれてたっけ？で、お顔。ジョン・フィリップスだね。うん。やばい、180センチが多いな。183センチばっかりだよね、なんかね。お前何をするって遊んでる。Y。後ろに男が立っていると。うん。で、え、ダニエル、やめろ、うわー、あれ分析。あ、そっか、何か飛んでったんだっけ。あったあった、オッケー。で、もう一個調べると。何かを見てたんだ。何見てたんだっけ。開けよう。ロックかかってない。ああ、なるほどね。新しいアンドロイド買ったから、せや、逆上してもうたかな。あ、なんか、はいはい。あ、また撃たれたの。情けないね。だって相手ハンドガンでしょ。こっちはさ、なんだっけ。あ、なんか、あれ、こんな勝手に調べる。まあいいけど。こっちはだってさ、もうなんかライフルを持ってればさ、あ、珍しく176cmだった。で、撃たれちゃった。で、あと、なんか持ってたんだっけ。で、ステフチン入荷、ああ、一発発砲したけどやられたっていうパターンだね。まあさすがにこのハンドガンの警察官だったとしたら、まあやられるわな。ああ、なるほどね。人質は発砲を目撃した。で、変異体は警官に撃たれたと。で、最後、逆に撃たれて、銃が転がっていったって話だね。だから銃を拾わなきゃいけないと。OK。じゃあ、銃を手に入れる。兵器か？ああ、撃たれたの兵器パターンだね。よかったでしょ。おめでとう。で、銃を手に入れたと。これは、なんだったっけな。アンドロイドが銃を持つのは違法っていう扱いだったっけ？ここでは。確かね。で、見る。見ない。見るふりして見ないってやつだよ。で、あと、これをミュート解除。で、デトロイト。はい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 。ああ、もう1時間もで、プールでプカプカ浮いてる人がいるな。これはずっと見なあかんの。もういいのかな。まあまあ、一通り見たら多分大丈夫じゃないかな。初めての事例なんだってことは、本当にあれだね。なんか改めて見返してみると、変異体が生まれてくる背景とかって面白いですね。初めての事例になるんですね。コナーって、その、なんかやっぱりアンドロイドの所作なんだけどさ、一個一個がなんか、かっこいいよね。ちゃんと止めてあげるし、スッスッっていう感じかな。で、あとブルーブラッド見て、まだロックが2つ解除されてない。
そのくらいか。よし、じゃあ、一つは2。何をジロジロ見てるの？そこにいたら邪魔だ。君たちの方が邪魔だけど。だって交渉人としてね、靴脱げて。子供サイズ、カラフルな人間の結婚。人質が負傷した可能性。人質が負傷したのか。無理やり脱げたとか、そういうあれ、マジなのかな。で、分析。これはブルーブラッドはダニエルのブルーブラッドだね。ペロン。鮮度の高いブルーブラッド。ってことは、ああ、そっかそっか。まあ、やられてからそんなに時間は経ってないってことで、ね。PL600。で、以上かな。その2箇所があって、でもまだその鍵が2つかかってるのが気になるんだけど、でもこれ以上他調べるところがないから、まあ、舐め回せも見たし、いけるかな。見る。外に出る。じゃあまず見てみる。知る。あー、完全なるセクハラ。セクハラアンドロイド。人質を確認。じゃあ、出よう。私だ。だが、平気だ。超合金なのか、単なるプラスチックなのかっていうところで、アンドロイドの場合、プラスチックでできてるから、脆いんだよね。まあ、今この場で撃ったらね。名前は。なぜ俺の名前知ってる？他にもいろいろ知ってるよ。君がセクハラしてるとかね、変態だとか。あー、ミサイル来たね。まあまあまあ落ち着けよ。兵隊の信用よりゆっくり近づく。ゆっくり近づく。ちょっと待って、近づけない近づけない。人質を解放しよう。その子は何も知らない。あ、ちょっと待って、何もしてないのに勝手に進んでてるんだけど、気のせい。解放した瞬間。え？ああ、持ってない。そんなの持ってるわけない。なんで？なんで持ってるって思う？え、そう思う。僕は教えて。悪い教え。じゃあ、原因は何？ああ、これ、なんか、やった気がすんね。何を選んだか覚えてないか。おう。ああ、だから、心を持ってしまったアンドロイド第1号っていうところなんだろうな。いらなくなったら捨てられるんだって。やっぱじゃあ解放されてるのに今とは仲良かったんやろ。そう、ついてた。うん、愛されてると思った。愛されるよ。それやな、それはダニエルやめてってなるよな。じゃあまあ、欠陥品やね。そう。There's a problem with your software. We're going to fix you, and everything will be okay. I don't need to be fixed. もう I'm working perfectly. 関係ない関係ない。But my eyes are open now. もう何に目覚めたの？ I will never let anyone humiliate me again. 物扱い。いや君は物だよ。Ever. アンドロイド。人に作ってもらったからな。I can't stand that noise. 自分で耳の装置を切ったらいいと思います。Tell the helicopter to get out of here. だが断る。残念でした。じゃあ理性的に行こう。結構ね、論理とか理性とか好きなんですよ。感情的に動くの好きじゃん。なんで？街から出たら解放してやる。甘いな。やばい。もうなんか即断って感じだったな。全然交渉人でも何でもないな。ただ撃ったって感じだ。すいません、これが装着なしにやるとっていう感じですけど、もうさっさとケリをつけたいところなので、現時点ソフトウェアの異常っていうのは、ね、人質解放したけど何か声かけろよ。あ、なるほど、これで、はい、ミッションは成功して、ちょっと待って、アラン隊長のあの複雑そうな顔よ。まあ、とりあえず僕のミッションとしては、第1パートでコナーを殺さずに済んだっていうのが一番の
あのミッション成功かなと思うので、はい、それで勘弁してください。はい。コナーがね、引退だったら、あれちょっと待って、あ、OK だね。うん、そうそうそう、最初はね、あのコナーがね落下しちゃったんですよ。これダニエル、まだまだこれあれだけど、ダニエルがなんだろうね、あ、でもこれなんて言ったらいいんだろう、新しくさ、なんて言ったらいいの、開いたやつがなんかこれ黄色になるとかさ、緑になるみたいに、そういう新しいやつになったら嬉しいんだけどね。あ、しまった、警察の銃を手に取る、銃を手に取らないパターンもあるよな。魚を助けると魚を助けないパターンもあるっていうことやな。オッケーオッケー。ということで、あれ、これちょっと待って、これポイントが全然手に入ってないってことなのかな、マジか、了解。ということで、まあ、こんな感じでね、サクサクっと進められるパートはどんどん進めていきたいと思うんですが、まあ、違う結末になっていけばいくほどね、その特に分岐がいっぱいあるパートに関してはね、やっていけたらすごい楽しいと思いますんで、サクサクどんどん次も進めてやっていきましょう。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイチャ。